病状観光バスとは、京都府京都市に事業所を置き、貸切バスなどの運行を行う、日の丸自動車工業グループの企業である。主に、大型、中型によって運行されている。京都府域や関西地区の修学旅行団体などが主な顧客のため、大型車両は、定員重視の車両が多い。大型、中型ともに、日の三菱そ装が主に使われている。 日の丸グループになってからは、ウエストコーストが投入されていたが、2018年には、日のセレガも投入されている。琵琶湖疎水の流れにかかる桜の下を走るスカイバス、京都駅、カラスマ口乗り場のスカイバススカイバス京都は、日の丸自動車グループの明城観光バスが、京都市内で運行している定期観光バスと、同系の車両で随時行われている貸切バスである。かつては、 日の丸自動車工業が所有する2階建て、オープントップバス、スカイバスを利用した定期観光バス、スカイバス京都を運行。この運行を実施するため、乗り合いバス事業にも参入した。それまで日本には一時的なものを除いて存在しなかったオープントップバスによる観光ツアーバスで乗客が国籍を問わず楽しめる観光バス企画として、 ビジットジャパンキャンペーンの活動に合わせるように、日の丸自動車工業が東京にて2004年9月10日に運行を開始した。京都においても2007年より2008年にかけてオープントップバスを使用した定期観光バス、スカイバス京都として JTB 西日本、日の丸自動車、京阪バスの3社で構成されるスカイバス実行委員会が運営し、京阪バスが運行していた。 スカイバスの車両は、日の丸自動車工業株式会社からリースされ、京阪バス洛南営業所に配置されていた。2009年度から2014年度は運行されておらず2015年に7年ぶりに、日の丸自動車グループ入りした、明星観光バスにより運行が再開された。車両は、全車両4台を明星観光バスが保有し、うち3台が定期観光に、1台が 貸し切り事業に充てられている。予約、販売を、京阪バスが、運行を明城観光バスが担当し、2015年10月より京都市内を循環している。その後スカイバス車両は,は、自社所有車両に変更となり、2019年よりスカイホップバスの運行も開始している。定期観光バスの運行は、1時間余りで市内を、車窓観光で巡る。 ぐるっと一周ドライブと車窓観光に金閣寺、清水寺の下車観光を加えたドライブ金閣寺、清水寺の2コースが定期コースとして設定され、京阪バスの京都駅、カラスマ口乗り場から発着し、チケットも同乗り場の販売ブースとインターネットで販売する体制で運行されている。また季節、イベントに合わせ、桜花見、夕涼み、 冬イルミネーション等の不定期運行も行われている。貸切バス運行についても、JTB ほか各旅行代理店が国内旅行として企画しており、夕暮れの京都車窓観光、紅葉をめでる、ことを回る、青もみじめぐり、嵐山丸ごと等の企画で各社から発売され、運行されている。定期観光バスは各コースとも、京都駅、唐島口の定期観光バス乗り場から出発し、 コースを回り、再び京都駅に戻ってくるコースとなっている。現在運行中の定期コースでは、ドライブ金閣寺、清水寺コースで金閣寺、清水寺のゲーャ観光はあるものの、原則途中下車は設定されていない。ネオプランスカイライナーネオプランスカイライナー2台、スペースライナー2台をオープントップに改造した車両が使用される。 スカイライナーは屋根を取り去っているが、スペースライナーは、ホロで簡易な屋根がかけられるようになっている。スカイホップバスは、乗り降り自由な周遊型の路線バス。日の丸自動車工業、JTB、京阪バスにより設立された、スカイホップバスマーケティングジャパンが運営する。スカイホップバス京都は、オープントップバスと屋根のあるバスの2タイプが、明星観光バスにより運行される。 2019年4月から運行を始めた。京都市内の観光地を巡回し、7カ国語で社内ガイダンスが流される。乗車券は24時間有効の1日券と48時間有効の2日券がある。ありがとうございます。